よかったらもうシースティックを左に倒すだけで下強出せるんで、でも互いに崖固められたら嫌ですね。いやー、当たり前のように受け取るのはやめてほしいよ、マジで。あの、あんなにポンポン取ろうとちゃいますからね、これほんまに。あ、うますぎる。どうすんねん、こんなん。もうジャンプ、あいや、これ、おこれ、しんどないか。あ、斧、え、何か、ちょっと掴んでる。読み合い。お、攻撃上がりを見せ、もう一回スマブラ X では準備できたみたいですね。行きましょう。ではケプトムラベと対リオスネーク、これまた注目のカードですね。セージは終点になりました。まあこれは村人側が何を回収して抑えていくかですか。確かにね。でもあえてその回収せずに無敵を生かすっていう手もあるんですよね。あるかもしれない。これもね、ちょっとあんまり見たことないというか、まあ、このウェビの吹きがどうしても私はニキータが気になるなとは思ってるんですけど、ニキータがやはりね、復帰のスピードが遅いキャラに対してはニキータが本当に機能するので、はいはい、どうなるかなと。まあ、逆にそのスネーク側もそのサイファーで飛んできた時に株を当てて破壊するみたいな策はありますもんね。一旦着地狩りもね、結構わーっと、それ移動回避に対して強いですよね。持続の長い木ですね。あ、割れそう。よく回避をした、リオスネーク。うまい、見えている。あ、上からしっかりさせましたね。今、空下のミスですかね。うんうん。さて、どうするでしょうか。 DA から、お、追いかけてくる。狙っていってそう。やっぱりあの埴輪の生成隙は狙っていきますね。確かに狙ってますね。掴んで読み合い。いや、よく今反転しましたね。そうですね、今のは右置き上がりを見れるように右側に反転しておいて、左側に置き上がったらもうシースティックを左に倒すだけで下強を出せるんで、これが何回植木を決めるんでしょうね。ジャストシールドからの反転植木を、空下、ほんの数秒の間にさまざまな技術が繰り広げられるこの試合。言葉が出ないです。すごいですね、追いつかないですからね。本当に 83% 対 43%、 まだ体力先には全然五分でしょう。なんならスネーク有利まである重たいですもんね。重たいんで、パチンコで固めていくのはケプト村人。あ、これは起爆して、うまいですね。下投げから中段起爆確定、空下まで確定。もうどんだけ飛ぶかっていうのも理解してるんでしょうね。そうですね、移動回しっかり使って斧空振りに対してですね、パチンコから一進一退の攻防が続く。うん、でも互いに崖固められたら嫌ですね。いやー、当たり前のように受け取るのはやめてほしいよ、マジでそして手榴弾利用しての空中コンボ。本当にこの人たち受け身が上手すぎるんだよな。急にジャズが技術が上がったような気はしますよね。確かに。お、なに、おお、なるほど。あーと、でも当たる。今のはサイファーで木の持続伸びたかもしれない。あー、なるほど、ヒットストップがいたずらしたと。なんか移動回避全然間に合ってそうだったんですが、まあ、ヒットストップまでは読めないですもんね。 0% 対 7% 空車はだって 25% 痛すぎれば。パチンコダウンしたら弱でした。下強、上強。本当にスネークの移動回避マジでね、はい、ああいう持続の長い技が刺さるんですよね。ああ、なるほど、ちょっと頭出やすい。はい、あの展開って移動回避基本使わないと帰れないんですけど、はいはい、そこに対してやっぱり対策できてる人は持続の技、長い技をしっかり置いてっていうところですね。確かに回避移動したときにちょっとふわって浮くような印象はありますね、はい、スネーク。あ、ダウンした。 93% 対 77% パーセント的には若干ケプトミラブとしんどいですが、しっかりとパチンコなので封殺をしていきたい。使われて植木用の読み合いが始まる。ジャストシールド、おっと、掴んで後ろ投げからニキータの読み合い。まあ、ニキータの姿勢はあの埴輪で止めてるんですかね。そうですね、ありそうですね。自分が安全に帰れるように。
手榴弾が当たったらガーキャン空射まで確定っていうところのようですね。おっと弓合い、おここでジャンプ残ってる。ちょっとヒヤッとしましたが一旦、あ手榴弾うまい、うおー掴んでる。くっどうする、急進昇確定。取り切りますね。2戦目もスネーク、村人で終点ですね。あ、こっち帰れます。はい、失礼しました。待て、行きましょう。一本先制はディオスネークですが、序盤展開を取っているのはケプトムラビト。上強からこの強気のタクを通すのがうますぎる。マジでうまい。あんなにポンポン通ろうとちゃいますからねこれほんまに。あ、うますぎる。どうすんねんこんなん。もうジャンプ、やっぱり逃げた。爪将棋ナウ、今回の爪将棋シリーズでした。何回でしたね今は。3手攻め、嘘、5手攻めでしたね。空白で潰して空下でさらにベクトル低くして最後に逃げた。49%から94%、ディオスネークが乗りに乗っている。ここでしかあ、さすがに村人のクエルといえどもスネークの空白には勝てんか。いやー、かなり辛い点。おお、やっぱり回避崖つかみ少し弱点になってるみたいですね。はい、いいだけではなくてボーリングでも枯れると。空中へ、あっとベクヘン。そしてベクヘンお見事ですね。素晴らしい。いやしかし、いい、ああ、ハニワごと空したから。まあね。しかし我々は先ほどのケプト村人の粘りをねずっと見てますからね、こっから何が起こってもおかしくないんです。カブ3つ、まずは出始めに自分の得の高さを引いていってね、掴んで、はいはい、ここで、お、掴んで投げ無敵を使いたかったというところでしょうか。惜しいですね。 97%、 あっという間にこれあれですよ、ボーリングカードと激戦ですよ。あ、確かに。もちろん気当たっても激戦ですし、斧も、はい、そろそろですか。斧ももうちょっとパチンコ追いかけてきたよ。うますぎる。そこで移動回避するのと思ったら手榴弾持つわけね。これはしっかり掴んで後ろ投げて、まだ大丈夫。これがスネーク。この展開はまあスネークの理想的な展開ではあるんですよね。耐えに耐えて、はい、あのでかい一発で火力を稼いでいく。ああ、ほかほか補正で、あ、手榴弾没収。 174%、 これは空したから、あ、空しちゃった。いいですね。弱一段空した、全部ガードしてガーキャンパチンコ。気づいたら 52% しか差がありません。まだまだ、ね、まだまだ。ここは一旦後ろ回避で間合いを測り直すディオスネーク。しかし 87%、パチンコでうまくタイミングをずらしてディオスネークの復帰。そしそし掴みに DA が噛み合って空した、空への刺さる横強、うまい。空したから C4 が撃は、あ、しっかりと、はい、見えてますね。どうする、おー、上京、そろそろケプトさん側はしんどい。ライン詰められて上京が見えるが、パチンコから後ろにあ飛んでいた埴輪までコンボ。前川ひよみのボーリング、今のはノーリスですね。うますぎ。ケプト村人の前管理が光る。パチンコ追いついた。木を生やして、あ、無敵ないんじゃ、あ、あるか。うまい。あっ、手榴弾、手榴弾ありがとう。ニキータで埴輪と総裁から手榴弾があるが、パチンコをうまく回避、飛び道具合戦。バーストタク何になる、どう
する？上からシフォン。パチンコの精度が上手すぎて、これはもしかして狙撃の王様。あっ、パチンコ。おお、飛び切る。取りましたね。3戦目いきましょう。下今日いきなりお払った。終点ですね。終点ですね。あ、うまっ、ジャンプ読み、ノリに乗っている狙撃の王様ケプキング。一つ空下に注目してるかもしれないですね、ケプト選手。そうですね、空下の振り方がディオさん本当にうまいので、そこに対してどうするのかというところ。上がり際しっかりと見てましたね。あ、これはおお、読み合い、まあ、DA でと、まあ、最低限空下から、77パー対105パー、また上強の読み合いが発生してるが、ここからディオさん側はこのパチンコとハニは先ほどの見事な、いや、これ、あっ、それどないすんの。持ってた手榴弾ですか。持ってましたね、はい、手榴弾しまってというところですね。なるほど、しかも威力も上がってる手榴弾と、木を倒してリターン取っていこうと。そして DA の後、後ろから追ってくるハニワで大丈夫ですよと。でもあの報復前進怖いですね。どうした。まだ大丈夫。あ、2機だ、2機だ、後ろだったんですね。あ、お、これは珍しい。ケプトさんにしちゃう珍しい受け身ミス。あ、上様キャッチだったね。すいません、すいません。あ、ごめん、俺シュル…そうやな、シュルダンしたら飛ぶなと思ってん。パチンコ、流れ取ってるのはケプト村人。あ、これ、おお、キャッチ DA。 ここからスネーク側、拒否を見せていきたい。おー、立ち上がって、あ、今めくらないんですね。ねえ、めくるときとめくらないとき判断難しいんですけどね。そうですね。これしんどないか。あ、おの、え、何か、ちょっと長すぎやろ。持続やばすぎやろ今の。いろんな持続が。掴みが通る、今のは確定ですね。 DA が埴輪で止まってしまって、 DA 通って、やっぱり村人はリードするとかなり硬いですよね。硬いですね。そうだね、今のはヒットストップ伸びましたね、マジで。今リオさんやからメテオ狙いに行くんかなと思ったわ。でも強気のタクを通さないと、まるまる1ストックですね。なかなか追いつくのも、おお、突っ込んでる。上京は絶対に食らう前にする起き上がり攻撃でしたが、突っ込んでる。読み合い、おお、攻撃上がりを見せ、もう一回スマブラ X。 うますぎる。ここでしかし 84%、 ケプトさん一旦深呼吸して落ち着きました。 30% 株でさあターン稼いだ。ここから復帰阻止の展開、もちろん上から帰るディオスネーク。パチンコから安易な DA はしない。そしてサイファー C4 落としながら来ると当たるよと。空下が当たって 66%。あ、これ惜しい。あ、ちょっと面白い。あ、これはもう、やばい、これはやばい。一気に逆転、一気に追いついてる。空車ケプト村人、ここで拒否でいく。あと、ハニワ、これはハニワ、ハニワさん。いや、ごめん、マジでごめん、展開早すぎてほんまに落ちたんだって今。